ということで、こちら食いしん坊グルーヴというところで、あのタイ料理屋で、ね、やってなかったから、ここでちょっと食べたいと思います。今変なクソガキが YouTube 撮ってるエッグヤザーだっつって、今大きい声で今ヤザワーって聞こえました。ぶち殺してやな。卵ふわふわエッグヤザーの無敵テレビ。刺身定食とアコーダイ定食、あとヒレカツ、あとなんだっけ、エビカツに2、エビカツが2つ、じゃあエビカツ1つでエビ天丼、エビカツが1つ、はい、エビ丼が1つ、はい、待って、ご飯大盛り、大盛りの人、あと、エビの2つ以外ご飯大盛りで、エビカツが1つは普通、もう1つも普通、エビは2つとも普通で、エビカツは普通盛りで、キョウちゃん、エビ天丼、エビ天丼お湯もありますね。今回は刺身定食、トギキンはこれ、あの、アコーダイ、アコーダイちょっと聞いたことないんで、ちょっと食べてみたいな。食べてみ、はい、じゃあいただきます、はい、白身がすごいです白身がすごい早いよ、食べるの。美味しい、美味しいです、はい、塩味が効いてて、はい、塩味効いてるの、はい、めっちゃ美味しいです、はい、きょうちゃん、あ、きょうちゃん、エビ天丼、大きなおやつも、うん、美味しい、うん、美味しい、プリプリ、醤油とって最初別に生のままでもいいじゃん、よくねえだろ醤油つけるだろ最初から醤油つけるでしょ、カニ、味変えて食べるもんじゃないんだからうまい、お前が一番高いからな900円ヒレカツ定食いただきます。美味しそう、卵がついてんだね、いいね、ヒレカツ、ヒレカツに定食が 2がついてんだ、いただきます。バカ、あーバカあ、うまい、うまい、おいしい、いっぱいついてて850円安いね、はい、うまい、大盛りしてこない、はい、うん、もう高菜うまいな、はい、いたい、フラダメだろ、これちょっと高すぎんだろ、ごめん、たけいいよ、うまい、うまい、あ、コウダイが一番うまかったエッグさんが、はい、ヒレカツくれました、美味しいです、あ、こうだ、うまいな、はい、いいよ、はい、この、このアコーダイってなんか市場かどっかで買ってきてるんですか。そう、でもあんまないんですか。あんまないんですか。この味付けは、へー、これすごい美味しいですね、はぁ、一番美味しいです、はい、一番美味しいってお前失礼だろ、他の全部、全部美味しいです。あ、コウダイ食ったことないんですか。はい、もうない、この辺のスーパーとかだとこの味はない。あ、そうなんですか。この味は出ない。へぇ、はい、これ塩焼きですか。いや、粕漬けになってるんですけど。あ、粕漬けなんですか。はい、そう、全然そうか、はい、塩焼き、この色の配合が違うから、へぇ、全然味が変わっちゃう。これどこ、これはどこの味なんですか。え、地域だと。いや、それはもういろいろ、あ、違うんですね。めっちゃ綺麗に、はい、骨だけじゃん、うん、でも今骨食ってないの、まだかって言ってるよ、まあ、骨食ってんの、尻尾の方とか、はい、骨食ってます、はい、でやっぱはい、ということで、こちらの食いしん坊グルーヴさんでご飯食べました。美味しかったね。めっちゃ美味しかった、はい、タケキンのアコーダイが一番美味しかった。そうですね、あれ良かった、一番安かったけど一番当たりだった、はい、ということで、
食いしん坊グループとエッグヤザ軍団よろしくだい。時にお前ミカエル、時にガムあげたのちゃんと。結局あげましたよ。あげたの、はい、汚い今回。